横浜音祭り2022千住真理子&N響メンバーによるアンサンブル出演のバイオリニスト千住真理子です。横浜の思い出といえば、私はもうほとんど横浜に生まれ育っているんです。横浜に越したのはまだ物心つくかつかないかぐらいの頃で、当時は、私が、移り住んだ場所は青葉台なんですが、青葉台はまだ全然人が少なくてですね、開発をする前でした。私の家のすぐ後ろはもう山で、よく蛇が出たりタヌキが出たり、山犬がいたりして、気をつけなさいとよく親に言われて、それでも兄と一緒に、探検ごっこなんて言ってですね、裏の山に行ってですね、泥だらけになりながら遊んだ記憶があります。もうだんだん青葉台がおしゃれになってきて、もう本当に今ではですね、青葉台といえば美味しいものもたくさんあるし、おしゃれな場所だし、もうないものはない。パン屋さんもとても美味しいパン屋さんがたくさんあるし、ケーキ屋さんもありますよね。横浜といえばまずコンサートホールですね。神奈川県立音楽堂、私の憧れの場所でした。あの場所で演奏会がしたいとよく小さい頃思ってました。今回はその場所で演奏会ができる、嬉しい、とても嬉しい気持ちでいます。そして当時は、県立音楽堂だけでなく県民ホールとかですね、本当にコンサートホールたくさん、大小いろいろあったんですね。今ではもう代表的なのはみなとみらいコンサートホールといえば、もう本当におしゃれで、大ホールで音響も素晴らしいというホールのもう代表的な場所ではないでしょうか。さて今回共演する、N 響アンサンブルのメンバーの方々、このコンサートマスターは永峰さん。永峰さんといえば、私が、バイオリンを手ほどき受けた角三郎先生の、私の先輩の門下生の方なんですね。そういうご縁もあって、そして、私が大学生の頃は永峰さんも、横浜に住んでいらっしゃいました。そしてたくさんの共演をその頃からさせていただいております。室内楽はじめ、いろいろ教えてくださいました。今日は、そんな永峰さんとの思いも思い出しながらですね、当日演奏会できる、こんな嬉しいことはないなと思っております。私が演奏するのはまずヴィヴァルディの指揮ですね。永峰さん、を率いる N 響のメンバーの方々と弾ける、もう最高のプレイヤーの方々が集まってくださってます。もう音も綺麗だし、その合わせてくださるこのタイミングも素晴らしい。そしてこの私の大好きなヴィヴァルディの四季、春夏秋冬、今回も全曲を聴いていただきます。これが後半です。前半は、私の無伴奏による演奏会です。無伴奏、もう絶対的に外せないのはバッハなんですね。そしてバッハの中にも、もう絶対にこれというのはやはりシャコンヌですね。シャコンヌの入っている、パルティータ第2番の、全曲を演奏いたします。そして私の大好きなイザイもぜひ聴いていただきたいんですね。イザイ無伴奏バイオリンソナタの第3番、こちらの、皆様には、このバラードですね、バラードという名前のついているとても情熱的な素敵な、この曲を聴いていただきたいと思います。今からワクワクしています。ぜひコンサート会場でお会いしましょう。千住真理子でした。